はい、どうも、コマンチャーリャ翼です。ですね、夫婦だけでは物件が買えないため、不動産会社の社長が工面した通帳について語ります。だいぶね、詳細が書いた給与明細書、再生リストに並べてますので、動画説明欄に URL を貼ってますので、よければそちらからお届けくださいませ。では、いきます。ご審議がこれ1000円ですね。で、次が200万円ですかね。で、60万円と75万円で、右が335万円ですね。で、次が625万1000円で725万1000円1025万1000円1625万1000円2325万円2615万円ときて、まあ、この一番下のがね、あの不動産会社の社長が工面したやつですかね。1999万円ですかね。で、合計が4615万円ですかね。これで4500万円の通常、物件が買えたらしいですね。はい、終わります。